アメリカの詩人、オリバー・ウェンデル・ホームズは言った。この世で一番大事なことは、自分がどこにいるかということではなく、どの方角に向かっているかということである。始まりました。大人の近代史、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ確かになんかそのさ、ベクトルがさ、向いてる方さえ間違ってなければさ、いつかはゴールにたどり着くわけじゃん、進んでる道がね。おお。はいはい。そう。っていうところを言ってんのかなって。だから、俺と小太郎はさ、もうものすごいさ、距離が離れてるわけじゃん。もう小太郎はもう俺の遥か先に行ってるけどさ、向かってる方向が間違ってなければさ、まあ、いつかどこかで俺は小太郎の背中を、に追いつくことができるかもしれないわけじゃん。なんなんだ、そのマイナスイオンは。まあ、事実だから。まあ、これがね、しょうがない。世間的な、一般的に考えた時に、俺と小太郎を比べたらそういう差があるっていうことなんだよ。しょうがない。いやいや、いいんだよ、暑いからって、そんなマイナスイオン出さなくて。いいね、さすがだよ。この、全然この、打ち合わせしてないのにそういうのが出てくるところがもうやっぱすげえよ。俺絶対出てこないもん、そういうの。何が、うん、マイナスイオンって言葉がもう出てこない。ああ、ダメだ、勝てねえ。まあ、ということで、今日は長丸が、どんな方角に私たちを連れて行ってくれるのか、楽しみです。なんかちょっと、今日はあんまり合ってないかもしれない。嘘。ね、今日はリクエストやるんで、ちょっとまずコメント読みたいと思います。はい。桃江ちゃんさんからいただきました。ちょっとごめんなさい。桃江ちゃんでたばってると思うんですけど、違ったらごめんなさい。うん。草抜きしながら楽しく聞いています。大杉栄と伊藤野枝が天笠雅彦に暗殺された事件について長丸さんにやってもらいたいです。確か小学生の男の子も一緒に殺されたと聞いています。日本が戦争に突入していくプロローグのようなきな臭い事件だったように思います。何かで事件のことを聞きかじって、なぜかずっと引っかかって、そのことをふと思い出すとき、深い闇に背筋が寒くなります。小太郎さんと長丸さんの絶妙な掛け合いがいいですね。長丸さんはいつも小太郎さんの女癖が悪いように話していますね。それ以上言うとくどいな、と思う一歩手前で引くところが絶妙です。自分を下げつつもその語り口は熱く心に届きます。よろしくお願いします。っていただきました。はいはい。いや、すごいね。草抜きしながら聞いているんだ。ね、なんかこの時期だと暑いから大変かなと思うんだけど草抜きもこの時期はやばいね。いやでも本当に長丸の言葉が心に響くっていうようなこと言ってたね。いやそこじゃないそこじゃないそこじゃない、俺が言いたいのは小太郎さんの女癖が悪いように話していますねっていうところなんだけど、まあ、ちょっとこれはね誤解を生んでたら申し訳ないからちょっとちゃんと言っとくけど、女癖が悪いんじゃなくて女好きなだけだから、小太郎はちゃんとそんな複数人にこう一遍に行くとかってことしないもん。一人一人に真摯に向き合って、コロコロ変えるっていうタイプじゃん、どっちかっていうと。コロコロ変えたことないだろ。いやいやいや、でも、そんな、なんだろう、こう変な話さ、網ドバーってやってさ、やった、10匹釣れたぜ、みたいな感じではないわけじゃん。いやいや、もう。カツオの一本釣りでしょ、どっちかっていうと。もう引いていいよ。え、あ、そう。いや、なんか女癖が悪いってなんか受け取られたら申し訳ないかなと思って。違った。いや、でもなんかこのテーマ、わかんない。俺あんま知らないけど。うん。まあ、今日やるのは、ってわけなんで、天笠事件についてやりたいと思ってて、で、ちょっと先に断っておくというか、どっちを州でやろうかなって迷ったんだけど、殺された方か、殺した方かみたいな。うん。今日は大杉栄をどっちかっていうと、ちょっと焦点当てて中心にやっていきたいんで、天笠雅彦のことはそんなに触れないです。ちょっと今回やってみて、天笠雅彦もちょっとぜひ聞きたいですってことであれば、コメントいただければやります。いつか。やるんだ。すごい。はい。じゃあ、まあ、早速ちょっと天笠事件に入っていきたいんだけれども。うん。天笠事件っていうのは、まあ、そのさっき天笠雅彦って言ったじゃん。うん。その事件の加害者の名前を取って天笠事件って呼ばれるんだけれども。はい。まあ、桃江ちゃんさんが、その、ちょっとこう、リクエストで、コメントで言ってくれたのがもう事件のほぼほぼ概要なんだけれども、1923年に日本で、まあ、起きた事件なんだけれども、当時、その、関東大震災が起きた後で、まあ、すごい混乱してたんだよ、世の中は。はいはい。で、そんな中、大杉栄っていうのは社会主義者なんだけれども、その大杉栄と、その妻の伊藤野枝、で、あと、甥の立花総一が、憲兵だった天笠雅彦らに殺害されたっていうのが、まあすごい事件の概要が、ざっくりと言った。うん。まあこれ結構有名な事件なんで、まあ知ってる人は知ってると思うんだけれども、ちょっと
早速、大杉栄について、まあ、てか今日ほとんどテーマ天笠事件だけど、大杉栄の方がちょっと長くなるかもしれない。大杉栄についてちょっと説明したいと思います。うん。まあ、大杉栄は、その、自分の家柄的には、親が陸軍の人だったし、なんか親戚にもそういう軍人が多いような、結構こう、軍人が多くいる家系に生まれたんだよね。はい。だから、まあ、生まれたらさ、お前もじゃあ軍人として育てるからな、つって、ちっちゃい頃から陸軍学校へ入れられることになるんだよ。うん。で、小さい頃から武道にはこう熱中してたんだけれども、勉学っていうのはおろそかにするようなタイプの人間だったわけね。はい。まあ、だからなんだろうな。ちょっとガキ大将みたいなイメージでいいと思う。性格的には。うん。そう。で、学校内でも反抗的な学生だったから、やっぱりいろいろ問題とかいざこざとかさ、まあ先生に怒られたりとか、そんな当たり前の。まあちょっと悪ガキだよね、簡単に言うと。はい、はい。そう。そんな感じの学生だったんだけれども、ある日、同期生と喧嘩が発展しちゃって、ナイフで刺されちゃうっていう事件が起きるのよ。わあ、すごいね。そう。それで、まあ結局、その事件の発端とか、そういうのを、鑑みて退学処分にされちゃうのよね。うん。まあ要は、陸軍学校っていうのはもうほぼほぼ軍隊なわけじゃん。うん。軍隊教育を施してるわけだから。だからその軍隊の窮屈な生活っていうのが、まあどうも、やっぱり合わなかったらしくって、だから、うちらもさ、高校の時って結構さ、こう、ギュってさ、締め付けられるようなさ、学校生活だったじゃん。そうだね。うん、そう。で、それがさ、大学に行くとそういうのがなくなって自由になるじゃん。そうするとさ、やっぱりさ、こう、ハメ外して、ね、まあちょっと、小型郎みたいな感じになっちゃう人も結構いるわけじゃん。俺じゃないだろ。あ、俺、小型郎じゃない。で、うん、そう。まあ、大杉栄も同じで、やっぱりそういう窮屈な生活から、もうなんか何やってもいいですよみたいな状態になったわけじゃん。退学になったから。だから、好きなことをやれるようになった反動で、もういろいろやれるから何やろうか何やろうかみたいな感じで、結構自由奔放な感じの人生に今度はこう進んでいくんだよね。うん。で、とりあえず文学の道に進みたいって思ったらしくて、で、文学家なんかそういうもの書いたりとかそういうのを目指そうって思って、そういう傍らで、語学の勉強もしたいっていうことで、フランス語学校にも通うようになるんだよね。はい。で、ここでフランス語を選んだのが多分この大杉栄の一種の一個のターニングポイントでもあったと思うんだけれども、ちょっとそれはまた後で出てくるんで置いといて、で、ちょっとここで一個ワードを紹介したいんだけれども、うん、この大杉栄っていうのはいわゆる無政府主義者っていう呼び方をされるんだよね。ああ、はいはい。アナーキスト。ちなみにこれは大逆事件の回でちょっと言ってるんで、言ってるっていうか、まあ、退却事件の回をちょっと聞き直してもらうと、あ、この流れねっていう、ちょっと今回の回って結構退却事件と関わってくるから、ぜひこの機会に聞き直してほしいんだけれども。うん。まあ、アナーキストっていうのは、要は国家や政府の支配をなくして、なくす社会を目指す人たちなんだよね。ああ、はいはい。簡単に言うと、国家の否定なんだよ。うん。だから日本においてさ、当時、大日本帝国でしょ？で、そんな国家はもう、否定ですっていう、いらない、なくしてやるっていうような感じの考え方を持ってた人たちなのね。はいはい。で、もうちょっと簡単に言うと、天皇制の否定なわけよ。ああ、はい。そういう明治とかさ、大正とかさ、それぐらい、まあ、昭和の初期とかでさ、そういう考えがいかにやばいかっていうのはなんとなくわかるじゃん。うん。そう。まあ、そういう人なんだよね。とりあえず大杉栄っていうのは。ああ、無政府主義ってのは、どっかの国を参考にしたんかな。あ、そうそう。あ、これは、その、さっきフランス語って言ったじゃん。うんうん。ヨーロッパとかアメリカでは、このアナーキズムって言うんだけど、アナーキズム的な考えっていうのが、こう、広まってた。まあ、ロシアとかもそうだし。で、そういうところから、そう、結局さ、日本で、ただ日本のことだけを学んでたら、この考えっていうのは出てこなかったわけよ。うん。でもやっぱりこう、外国の知識を得ようとしたところで、そういうのがこう、自然と入ってくる。そんな流れなんだよね。はいはい。で、ここで出てくるのが、高徳秋水なわけよ。大逆事件のね。で、高徳秋水が、まあ、これ大逆事件の時も言ってるけれども、結成した平民社っていうのがあるんだけれども、この活動に傾倒していくことになるんだよね。大杉栄は。うん。自由だから何でもできるじゃん。だから、やりたいことをやる。なんか、無政府主義の考えに染まっていくっていうような、そんな感じ。まあ、無政府主義っていうか、この時は社会主義っていう感じだけど。はいはい。あ、で、その、平民社はさっきちょっと簡単に言っちゃったけど、社会主義の結社ね。うん。で、社会主義運動にこう参加してって、まあ、逮捕とか釈放っていうのをとにかく繰り返すのよ、この大杉栄。うん。
運動するとさ、やっぱりさ、政府はこう、弾圧に来るわけじゃん。で、それで逮捕されて、でもさ、別にそんな殺人をやってるとかそういうことじゃないからさ、まあ釈放はされるわけよ、すぐに。はいはい。で、また運動やって捕まって、みたいなのをこう繰り返したりするわけね。うん。で、最も有名な社会主義運動に参加したのが、いわゆる石器事件、赤旗事件ね。うんうん。で、これも退却事件の時に言ってるやつなんだけれども、で、大杉栄はこの石器事件で逮捕されるのよ。逮捕されたことによって、なんと退却事件が起きた時、まだ獄中だったから助かるのよね。ああ、はい。まあだから運がいいっちゃいいのかなみたいな感じなんだけれども。で、退却事件ではほら、高徳秋水とかみんな捕まって、処刑されちゃうじゃん。うん。でも大杉栄は獄中にいたから助かったっていうところなんだよね。はい、はい。そう。まあ、こんな感じの活動をしてきた人なんだよね。ざっくりと言うと。で、あと、大杉栄のちょっと人となりにちょっと関するところなんで、恋愛観のところも説明しときたいんだけれども。はい。大杉栄は、まあ、結婚はしてたんだよ。で、この結婚の仕方もなかなか強引というか、大杉栄自体が、いわゆる自由恋愛主義っていうものを掲げてるっていうか、うん、まあ、掲げてるでいいのかな。自由恋愛主義って聞いたことある？自由恋愛主義。いやでも自由恋愛っていう言葉はよく聞くけど。うん。まあ、そのままなんだよ。なんか、自由な性って感じ、要は。ああ、はい。自由な性のあり方っていうかさ、だから、もうちょっと深く言うと、結婚の否定とかでもあるんだよね。うんうん。これはちょっと難しいから、ちょっと簡単に言うと、とにかく恋愛はもう好きになったらそれでいいじゃんみたいな、そんな感じ。うん。そう。で、大杉栄自体は結婚してたんだけれども、その、結婚の仕方も、もともと、その奥さん、堀安子と、まあ、大杉栄で結婚するんだけれども、この堀安子自体はもともと大杉栄じゃない人と婚約をしてたのよ。はいはい。で、それをもう半ば強引に奪い取るっていうような結婚をするんだよね。ああ。そう、これ、いろいろ説があるんで、なんかもう無理やり、もう本当に強引にね、奥さんにしちゃったっていう説もあるし、なんかすごいもうとにかく求婚がうざかったから、堀安子が折れちゃったっていう話もあるし、なんかいろいろなんだけど、とりあえず強引に、結婚したっていうような感じなんだけれども、そこまでさ、強引に奥さんと結婚してたらなんかすごい奥さんのこと好きそうじゃん。うん。そうじゃないんだよ。ええ。これ、初めのさ、冒頭のさ、小形太郎はさ、ちゃんとカツオの一本釣りですよって言ったけど、大杉栄はね、もう、網でバサーっていう、どっちかっていうとそっちのタイプだったんだよね。なんか俺のイメージ勝手に植え付けんなって。いやいや、そんな、だって、いいことでしょ、一本釣りって。そっちの方が評価上がるでしょ。まあね。うん。で、ちょっと言うけど、まあ、結構こういろんな女性に結婚しながらも手を出していくっていうような人なんだよね。うん。で、一例を挙げると、いちこっていう人がいたんだけれども、この人は大杉のパトロンだったわけよ。はいはい。まあ、パトロンっていうか、要は、垂らし込んだっていう言い方の方がいいのかもしれないけど、今風に言うと。恋愛関係、そう、恋愛関係にして、経済的に援助してもらうみたいな。ああ、はいはい。まあ、紐だね、紐。紐か。うん、紐だね。まあ、小形太郎の憧れの紐なんだけど。で、これ、実際、その時は、伊藤野枝。コメントでもちょっと言ったけど、伊藤野枝っていう人と付き合ってて、で、伊藤野枝に嫉妬して、この、いちこは、大杉を刺すような事件を起こすんだよね。うん。まあ、そんぐらい、なんか、なんだろう、恋愛でもめちゃめちゃトラブルの多い、大杉栄なんだよね。うん。やばくね？なんか、三角関係のもつれでしょ、もうこれ。刺される。すごいね。うん。まあ、そんな感じで、ちょっと、女性関係も自由恋愛主義を掲げてるような感じで、奔放な人だったんだよね。うん。で、伊藤野枝についてちょっと話したいんだけれども、まあ、伊藤野枝自体の概略はそんなにいいと思ってて、で、伊藤野枝と大杉栄の間には、なんだかんだ5人子供授かることになるのよ。ああ、多いね。そう。で、最終的にこの伊藤野枝が奥さんだから、最後の最後までは。うん。ただね、この子供の名前がやばいんだよ。まず、長女が、マコって言うんだけど、マコっていう音はいいじゃん。音は悪い名前じゃないじゃん。うん。字なんだよ。字がね、魔がね、悪魔の魔なんだよ。へえ。そう。なんか、やばいじゃん。こんなの、普通に考えたら。ちょっと、バグった夫婦だよなっていうような感じだよね。はいはい。で、次女と三女が、同じ名前なんだけど、エマってつけてるのよ。うん。で、これなんで次女と三女が同じかっていうと、ちょっと先に説明しちゃうと、次女は生まれた後に引き剥がされてんの。別の親戚に。お前らなんかに育てさせてたまるかみたいな感じで。だから、次女は、まあ、要はさ、大杉栄たちの元にはいないから、いないものとして扱って、三女に同じ名前をつけたの。うん。
で、エマって何から撮ってるかっていうと、エマ・ゴールドマンっていうアナーキストから撮ってるのね。ああ、そうなんだ。うん、外人から撮ってるのよ。あ、ちなみに、あと四女と長男もそういるんだけれども、これも全部そのアナーキストから撮ってるの。四女がルイーズっていう名前で、これはルイーズ・ミシェルから撮ってると言われてるの。うん。で、長男がネストルって言うんだけど、もうネストルって日本人じゃねえじゃん、どう考えてもって感じなんだけどね。まあ、ルイズもそうか。うん。で、ネストル・マフノから撮ってるの。これはロシアのあの人なんだけれども。で、これはすべて、さっきも言った通り、アナーキストからの命名なんだよね。マコは違うけど。まあ、そんな感じで、ちょっとさ、今だってちょっと感覚的にやばそうな感じするじゃん、こういう人って。うんうん。だ当時なんて持ってのほかでしょ、こんなの。やべえ奴らなんだよ。普通に考えたらね。昔悪魔って名前つけた人いたよね。うん、いたいた。で、すげえニュースになったじゃん。うん。あ、ちなみにこの長女のマコも最終的に解明、あ、長女だけじゃないんだけど、あの、全員解明されるのよ。うんうん。まあだからそこは、あの、なんだろう、結局そういう同じ道を辿ったんだけれども。うん。そういう感じで、ちょっと大杉栄っていう人は、なんか変わり者なのかな、うん。っていう感じだよね。はいはい。そう。で、ちょっと事件の方に入っていくけれど、甘春事件の方に。で、第一次世界大戦後の戦後不況で、労働争議とかそういった社会主義運動っていうのは増加傾向にあったのよ。退却事件で一旦こう収まるけれども、やっぱりさ、不況になっていくとそういう社会主義運動とかっていうのはどんどん増えていって、で、アナーキズムっていうのももちろんこう、広まっていくような感じになっていくわけね。はいはい。で、そうすると、大杉栄の活動っていうのもどんどん広がっていくわけじゃん。うん。大杉栄っていうのは基本的には講演会を開いたりとか、まあ、執筆っていう話もしたけど、執筆活動だったり、あとは語学が堪能だから、あの、海外著作の翻訳をしてたりとか、あと単純にその社会運動っていうのに参加してるっていうのが主な活動だったわけね。うん。こういうことをやってたんで、もちろんこういうことをやってたから、政府からはマークされてたわけ。はい。そうそう。で、そんなマークされている中、あの、関東大震災が起きるのね。で、関東大震災、1923年9月1日に起こるんだけれども、この関東大震災で、まあ日本の首都圏、まあその東京を中心とした首都圏っていうのはさ、もうものすごい甚大な被害をもたらしたわけじゃん。はいはい。で、社会不安っていうのはもちろんすごくなるじゃん。やっぱりさ、この先日本どうなっちゃうんだろうとかっていう社会不安。で、あとは、その不安に乗じてデマも広がるんだよね。はいはい。このデマがさ、結局、例えば朝鮮人とかを、殺害するみたいな事件が起きたりとかしたじゃん。うん。そう。で、これ、共産主義者に対しても同じようなことが起きるんだよね。ああ、そうなんだ。そうそう。共産主義者のなんか陰謀を、この機に乗じて共産主義者がなんか国を転覆させようとしてるみたいな、そんな感じの、まあ、朝鮮人と、まあ、要は同じような感じで、共産主義者に対してもそういう暴力だったり弾圧っていうのが起きたって言われてるの。うんうん。で、当時の日本はさ、そういうさ、共産主義運動とか社会主義運動、さっきも言った通り、だんだんこう、やっぱ不況だったから、台頭してきてたから、政府とか軍部っていうのは、これに対してめちゃめちゃ警戒感は抱いてたんで、大杉栄自体、やっぱりアナーキストだし、そういう社会主義運動にも参加してるし、政府にとっても危険なやつだっていうので、マークされてたっていうのがあっての、この甘春事件にこう繋がっていくんだけど、関東大震災直後の、9月16日。まあ、起きて半月後ぐらいだよね。急に憲兵が大杉栄と伊藤野枝を逮捕するんだよ。うん。で、これは罪状が何だったとかそういうのはもうちょっとわからないんだけれども、ちゃんとしたところは。で、その憲兵たちは、その震災の混乱に乗じて、一応、社会主義者とか共産主義者が、まあなんか活動を行うんじゃないかとか、まあ要はそういうリークがあったっていうところで、拘束をするわけね。はい。で、大杉栄と伊藤野枝ともう一人犠牲者がいて、立花総一っていう、これは大杉栄の甥っ子になるのかな。たまたま立花総一は東京が大震災を受けて壊滅的だっていうのを知って、それを見てみたいっていうんで大杉夫妻についてきてたんだよね。はいはい。ちなみにこの立花総一って6歳なんだけど、6歳でなかなか好奇心強いなってちょっとね、個人的には思ったけどね。すごいよね、意思があるんだね。うん。なんか、その、大震災の被害状況を見たいみたいな感じでついてきたらしいんだよ。うんうん。ただ、もちろんこれついてきたことによって、この立花総一も殺されちゃうんだよ。そうなの？そう。結局、で、拘束されてから遺体が発見されるまでっていうのはよくわかってないんだけれども、大杉夫妻と、まあその立花総一、甥っ子はね、は、
その大杉栄とかが逮捕された翌日に憲兵隊の施設で一応殺されたって考察ね、考察されて、で遺体を井戸に投げ捨てられたっていうのが一般的に言われてるところなんだよね。うん、で、この時の犯人は5名いて、そのうちの主犯が、冒頭の方で言った甘粕正彦なんだよ。ああ、はいはい。まあ、5人の中のリーダーが甘粕だったっていう感じでいいと思う。うん、で、甘粕正彦は、まあ、この遺体が見つかった後に、まあ、調べられて、逮捕されるんだよね。はい。で、軍法会議で禁錮10年の判決を受けるんだよ。ああ、なんか軽いね。そうそう。もうこの小太郎の感想がものすごく如実に表してるっていうか、やっぱ軽いじゃん。うん。で、しかもさ、これあれなんだよ。1926年に仮釈放されるの。はいはい。1923年にさ、関東大震災起きて、で、甘粕事件もすぐ起きたじゃん、半月後に。うん。で、すぐ逮捕されて、1926年に仮釈放ってことは3年ぐらいしか、要は獄中にいなかったんだよ。これは異常な軽さじゃん。3人殺したんだよ。そうだね。そう。で、この処罰の軽さはもちろん日本国内外でもうすごいめっちゃ批判はされたんだよ。うん。意味が全然わかんないって。で、これはでもいろんな説があって、甘粕正彦が実際はもしかしたら殺していなくって、何らかの理由があって自分が罪を負って、裏でそういう軍部との取引をして、まあ、ちなみに3年って恩赦もあったんだよ。ああ、はいはい。ちょうど昭和天皇が結婚したのがあって、それで減刑もされてたの、恩赦で。うん。まあそういうのもあるんだけれども、だからそういうのも重なって軽くなって出てこれたっていうところなんだけれども、だからもともと何か甘粕正彦は全く関係ないけれども、そういう、なんだろう、裏取引みたいなので、お前がちょっと代わりに行ってこいよみたいな感じで、スケープゴートにされたっていう説もあるし、実際甘粕がやってるけれども、甘粕はなんか、その軍部にとってめちゃめちゃなんか重要な情報を握っていて、これをバラされたくなかったらみたいな感じになったのかもしれないしとかいろいろ言われてるんだけれども、ただ本当に真相はわからない。うん。そう。で、ちょっとまとめの方に入るんだけれども、甘粕事件は、まあ、こういうさ、やっぱり社会主義者がさ、理不尽にさ、憲兵隊に殺されるっていう事件なわけじゃん。別に、大杉栄や伊藤野枝がさ、何か犯罪を犯したわけじゃなかったわけよ、その時に。うん。でも、この後なんか活動を行うんじゃないのかなっていう疑惑で逮捕されて、翌日に遺体で見つかるっていうさ、もう恐ろしいじゃん、そんなの。うんうん。だから、日本のそういう左翼運動とかにも大きな影響を与えるのに、なんかこれから活動していくにあたってやっぱ不安だなっていう風になるじゃん、やっぱりそういう社会主義者たちは。うん。で、同様に日本政府や軍部による言論の弾圧の象徴となるような事件にもなっていくんだよね。はい。で、ちょっと最後俺の感想を見たくなっちゃうけれども、まあ、事件の真意っていうのは全くよくわからないんだよ、正直なところ。うん。誰が殺害したかっていうのも明確に、じゃあ甘粕正彦だとも言えないし、これ甘粕正彦自体の証言もコロコロ変わってて、実際何が本当だったかもわからないんだよ。ああ、彼は憲兵だったの？そう、憲兵。あ、憲兵だったの。そう。で、結局誰がどうやったかっていうのも、まあ、正確にはわからないっていう状況だけれども、ただ、事実としてさ、6歳の子供まで殺害されるっていうようなさ、もう、なんだろうね。当時だからとかそういうレベル感じゃなくてさ、やっぱり当時だって子供、何にも絶対罪ないじゃん。うん。でもそんな子供まで殺害するっていう、まあ、でもこれはほぼほぼ軍部がやったとは思うんだけれども、軍部の行動としても謎なんだよね。ああ、はい。だって甘粕自体が独断でやったっていう方が確かにしっくりはくるんだけれども、甘粕自体が、じゃあ6歳の子供をなんで殺したのかっていうところにもやっぱりよくわからないじゃん。うん。全然そのさ、大杉栄とか伊藤野枝っていうのはさ、社会主義運動やってたから、殺されるっていうのはまだ理不尽だけど、まあ、納得感というかさ、当時の時代背景とかいろいろ考えた時に、まあ、そういう側面もあるのかなっていう、まあ納得感はないよ、正直なところ。ただ、やっぱり6歳の子供まで殺害するっていうような行動に関しては、全然ね、全く意味がわからないじゃんっていうところで、いかなる時代においてもやっぱりこう何の罪もない人が犠牲になるっていうのは本当痛ましいよねっていうところでちょっと最後締めたいなと思うんだけれども、いかがでしょうか。はい、そうだね。これ単独行動だとしたらこんなに罪軽いのもやっぱおかしいなって思うし、なんかやっぱりこう大きな権力がちょっと関わってるんじゃないかっていうのを感じさせる事件だね。そうそう、本当にそうなんだよね。うん、俺ちょっとあれ疑問に思ったのがさ、うん、無政府主義とさ、社会主義って結びつくんだと思って。ああ、
なんだろうね、社会主義を突き詰めていくと無政府主義にまで行くっていう感じじゃないかな。あ、そっちか。なるほど。うん。ただ、実際の社会主義ってさ、結構こう、独裁政権のイメージじゃん。そうだよね。うん。実際に無政府主義を実現した国なんてあんのかな？ないよ。だって国家の否定なんだもん。国じゃないんだもん、そもそもそれって。だから無理、無理っつったらあれだけどさ、なんだろうね、それは何なんだろうねっていう。ああ、確かに。いや、なんかそれもちょっと、突き詰めてったら面白いかなと思って。まあ、ぜひそういうのは小太郎がツイートしてる分野だからね。いやいや、ね、桃江さんも良かったんじゃないでしょうか。桃江ちゃんね。桃江ちゃんっていう、あ、そこまでがニックネームだから。アルファベットで桃江ちゃんって書いてあって、多分桃江ちゃんだと思うんだけど、違ったらごめんなさいって言うのはそういうことね。はい、いや、素晴らしい回でした。はい。ということで、今回は甘春事件についてでした。はい。もしよかったらこの番組をぜひフォローしてください。そしてダイレクトだな。はい。いや、そしたらね、また私たちの番組配信された時にお知らせが行ったりするかもしれないので、よかったらフォローしていただけたら嬉しいです。はい、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。